はい、こんにちは。ヴァンパイアサバイバーズ。今日は、ふにゃら、レベル99、やっとこうと思います。アンロックは、ジェミニ。双子っぽい名前ですね。コレクションまだ、8個も残ってるんですね。行きましょう。パワーアップ全部、呪い以外全部いきますね。フニャーラ、フニャーラなんで、1、3、4、5、6、武器は6個。お急ぎでも大丈夫でしょう、きっと。どうしようか。よし。もう、ですね。武器はプラス1。ニャーラのほとんどあれをと、あの、金の玉を取ってませんから。最大3回跳ね返り。プラス1ですね。これいきましょう。よっしゃ。魔王の杖。レベルアップ免税制をしましょう。フニャーラがレベルアップ。ろうそく。武器とかは。出たやつ勝負。はい。一応方角的には、空白の書方面。炎の杖。ヒール、ムチ取っておきましょうか。ダメかな、ムチ。王冠が欲しいとこですから。できればペンタグラム欲しいんですけど、ムチですか。もちろんペンタグラムがそんなに都合よく出るわけはなし。斧。早めに王冠欲しいですね。土管が。強い。あとペンタグラムが欲しいけど、ペンタグラムが先か何にも出ない。どうなっているんだ。ペンタグラム出たらもうペンタグラム最優先で育てたいが。
王冠すら出ない。王冠出た。王冠はレベル100を目指すには必須上。ホローハートと、ちょっと待って。ホローハートいるでしょ。これは書物は後でもらえる。あ、フォローハートだね。はい、あのペンタグラム出てくれ。出てこない。ほうれん草いるんだっけか。あと一つだね。ニンニクもいらないですね。スパロンしよう。出ない。武器あと一つ。何？ほうれん草欲しいから。炎の杖ですかね。聖水はいらないかな。行ったとしてもあとはね、ここは斧か。ほうれん草を取って、ああ副車がいるな。ほうれん草を取って副車待ち。あと一つは副車とペンタ待ち。リロールはアルカナに残しておきたい。しかしペンタが、ペンタが全く出ない。さっきからどうなっているんだ。それにしても二丁拳銃は強い。出ません。ここで書物空白の書が出て、だけども副車が出てない。出なす。出なす。取ってもいい。あ、この杖。ペンタク、ペンタが出ない。副車とペンタが出ませんね。斧。武器のレベルアップ最優先。王冠、土冠って書いて王冠と読む。鉄砲、鉄砲あといくつ？あ、鉄砲レベルアップできるじゃん。で、10分出ない。うち、うー、アイテム。あとなんだろう。副車だ。副車もでも副車なくなったの、もしかして。副車なし、この地球上に。ねえ、もう10分超えたから。あの、そうか、10分超えたから
いつでも宝箱取れるけども、なんということだ。レベル30までペンタグラムなし、副車もなす。だからも取りますよ、そうですね、レーザービームになりました。今何、あと、ムチもこうやって、何か2つ、炎の杖とペンタグラムだね。あれがあるか、アルカナがある。アルカナこっちか。ちょっと待って、アルカナ何取れいいんだ。グローブ、ペンタがあればグローブいらないし、グローブ集めよっか。もしかしてペンタ見切りですか。これもうグローブしてペンタも諦めましょう。どれグローブねえし、あ、これどういうわけ。プロジェクトよりジェネレートプロジェクト、発射物が爆発を起こすと彼がエクスプラピレ、なんだそれや。うん、あった、グローブ。もうこれグローブでいっちゃおっと、ムチ。これで全部拾って、しかし副車が出ない。副車が出ないか、あれ取れないじゃん、空白の書が。何それ、どういうこと。これちょっとレベルアップして、レベルアップって進化させてみましょうの。武器何が必要ですか今。適当に取っちゃいましょうか、もう。あ、炎。俺も取ってみましょうか。今危なかったですね。炎、副車とペンタグラムが、ま、危ねえ。もうね、ガンとして出ませんね、本当に。なんかの強い意志を感じますね、これね。いらん。桜爆弾出てるのに副車とペンタグラム出ないという。これもしかして出なくなったのね。え、ペンタグラム出た、取りますよ。そんなの今から成長ちょっと厳しいか。
副車も出ねえよ、金の玉取っちゃって、全く持ってぶつくさぶつくさ、斧が進化する、斧じゃない、鞭が、これでまあほぼほぼ死ぬ危険性ゼロ。おい、拾う拾う拾う、よし、どっちか、こっち拾う、こっち拾いましょうよ。守るの方いらん、この敵が強くなる方、数も増えますんで。炎、空白、炎、空白、ちょっといらんな、ほら、あ、捨てる。レベルアップ、ペンタグラムのレベルアップがぜひニードなんだけど、今度は選択肢にペンタグラム出てこない、頼むよ。あ、レーザー光線が常時展開モードになりましたね。あ、そっか、ペンタグラムが出ねえんだ。ペンタグラムね、早く進化させないと、これなくなっちゃうんですね、全部ね、これね。箱は消えるんでしたっけね、箱、箱一応遠ざけてみましょうか、視界から。あと一つペンタグラム、箱いくつ出てる？一個しか出てない。ペンタグラムが出ねえ。ちょっとリロー使っちゃいました。出た。よし、これで箱を取るとペンタグラムが進化するので、しまった、こっちかよ、箱が出ねえ、ダメじゃん。あとはもうダメですね、気合でレールアップできそうですけどね。はいはい、Thank you, thank you. うん、敵の数を増やして、あ、こいつ箱出しそうですね。よし、えい、こんにちは、ペンタグラムの進化、よし、これでもうレベルアップ、レベル100はもう約束されて嫌なもんでしょう、うん、今あれはクールダウン45、しょぼ、これね、経験値集めますからね。なんか美味しいんだっけ。あー、ワンドが進化する。うわっと、何を使えばいいんだ。じゃない、
動いてるとこいつらのクールダウン減るいらんね、バウンド、ヒット、クリティカルヒットのいいんじゃない、こっちのいいんじゃない、これ取りましょうよ、2つは持ってるもんね今ね、拾う、いいじゃないですか。もう宝箱取った、あれがアイテムが来るか、そうね、あれ、そうそう、これが今進化したから、まあ、宝箱は取っていいという状況、あと17、16、いいですね、箱は出てるから箱狙い行きましょう、フォローハート、あとアイテム枠はもう全埋まり、もうほっといてもいいはず、おそらく、このもうめんどくせえからランダムで、よっしゃ、あとレベル3つ、時間はあと5分で、実質 2.5 分、さすがに拾いに行きましょうか、自分でね、よし、100万行きましたから、もうやめてもいいんですが、宝箱を取る今何もなしや。ということはもうレベル99まで行きましたから、ゲームを続ける意味もなし。やめましょうか、ね、はい、オプション終了、1アンロック、ジェミニーがアンロックされました、どんな感じ、あ、ボスラッシュで15分、コレクションはジェミニー、ミステッドウェポン、カムズウィズ、カムウィズカウンターパート、なんすかカウンターパートって、
この辺のアイテムは何にも出てない。この辺も これですかね。ボスラッシュやらないとダメってこと？まあいいでしょう。じゃあ終わりにしますね、今回は。